大谷翔平2023年 MLB 全体で、OPS、OPS プラス、WRC プラス、WOBA で1位になりました。もっと騒がれてもええやろ。最後の1ヶ月がね、8月の時点でもアクーニャとベッツ抑えて1位やぞ。8月までは騒がれてたやん。今は出てないから騒がれてないのはしゃあない。まさか打者単体でも最強になるとは思わんかったわ。出場しないでタイトル狙うとか現代の銀次やん。名実ともに2023年の MLB 最強打者になれたことがすごいわ。2021年みたいなホームラン特化の成績じゃ最強打者の証明にはならないからね。OPS1 位はホームラン王よりきついやろ。全体 WAR1 位になれたから感謝感謝。引退してから凄さに気づかれるタイプ。まさか先に打撃の方を極めるとは思わなかったわ。ハンク・アーロン楽しみ。地味にイチローも取れんかった最高出塁率を達成したのすごい。ちな最後の25試合欠場でホームラン王です。OPS も WAR も1位なら文句ないやろ。メッツが大谷と山本両取りして日本人ローテ作れ。今年はできすぎだし。故障明けの来年は DH 戦だし WAR 4.0 から 5.0 くらいか。DH でそれだけ稼げるなら十分なんだよな。毎年成績上げてくの見るのが多分一番楽しい。来年は打者1000年60本で再来年サイヤングも取って完成の流れやな。日本人投手でももちろん大谷が歴代1位。花巻東の監督が打率進行はやめよう。時代 OPS やから。翔平おめでとうって言うてたな。一時期 OPS 1.09 ぐらいまで言ってたよな。ワンチャン 1.1 あったのにな。21年に見た OPS1 の高い壁を越えてもうた。いつか新しい二刀流生まれてくるだろ知らんけど。新しい二刀流が生まれた時に初めて大谷がどれだけすごかったかわかるんやで。9月以降ホームラン例はひどい。それでホームラン王は50年ぶり。この後は受賞ラッシュよな。ハンク・アーロン賞や MVP も控えてる。ア・リーグ満票 MVP 2回目。ハンク・アーロン初。シルバースラッガー2回目。エドガー・マルティネス3回目。オール MLB チームファースト3回目。の受賞は確定。問題は選手間投票によるプレイヤーズチョイス MVP 2回目が取れるか否かや。これはかなり票が分かれると予想されてる。大谷が後持ってないの勝ちでサイヤングだけになったな。ハンク・アーロンまで取ったらもう打撃でやることないわ。ようやっとる。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。